で、リスクファクターっていうのが、会社が IP をするときに書かないといけない項目としてあるんですけど、まあ、これって結構ですね、引き受け証券会社からするとめちゃくちゃ気合を入れて書くところなんですよ。リスクファクターに書いてなかったリスクが後で顕在化してはいけないっていう概念があってですね、いろんなことを書こうぜっていうふうに言うんですけど、まあ、ちょっとこの、コインベースのリスクファクターは全体60ページぐらいあって、まあ、ちょっとやりづらそいれな。だけでも60。はい。で、これはやっぱりすごい、めちゃくちゃコンサバなこと書いてあって、まあ、先ほどから言ってる暗号資産のボラに依存してるよと、価格にも依存してるよと。で、やっぱその、あ、すみません、現って意味の元ですね。BTC とイーサにめちゃくちゃ偏ってるよって、これもやっぱりリスクとして書かれちゃうんですよ。で、あとやっぱ業界が不安定だよ。サイバーアタックもあるよ。で、レギュレーションの変化がめちゃくちゃ激しいので、これに対応できないリスクもあるし、まあ、同業者もいっぱいいるし、あとはディファイの成長もリスクに書いてるんですよね。X とかが成長してくると負けちゃうかもよ、みたいな。で、グローバルに進出してる中で、規制への対応も間に合わないかもしれないよ。で、訴訟リスクもあるよ。で、まあ、まだまだ書いてて、暗号資産の証券性の論点もあるよとか、この外注とかは普通なんですけど、あとは、まあ、あと、この銀行とか保険業界との関係性の維持っていうところは、これはやっぱり既存金融の人たちっていうのは、クリプトの企業に対して、未だに厳しい目を向けていますので、まあ、ここはコインベースもいつどうなるかわからんよ、みたいなことは書いてあります。で、これがさっき、コウジさんからご質問いただいたところなんですけど、まあ、リスクファクターに、まあ、通常の IPO と違う形態での上場になっているよとか、上場後の株価のボラティリティが通常より高いよみたいなことも書いてあります。で、まあ、正直これだけ見ると、本当に株売りたいよみたいな ところを思うぐらい。そうですね、なんかイケイケ感はあんまりなくて。そうですね。まあ、そういうものなんですけど、まあ、本当に株売りたいのみたいな感じなんですけど、まあ、じゃあどうバリエーションされてるかっていうところですね。で、まあ、コインベースのバリエーションを見るときに、その、いわゆるコンプスですね、っていうのはどこなのかっていうことを考えると、多分2つあるのかなと思っていて、まあ、通常のその株とかの従来の金融資産、まあ、株とかだと、まあ、消費者っていうのは証券会社にアカウントを持つじゃないですか。で、取引所、まあ、東証とかが、この証券会社が会員になっていて、まあ、個人は証券会社を通じて、ここ、板に発注を流せるっていう形になっていて、暗号資産取引だと、まあ、こことここが一体になってるみたいなイメージなんですよね。板を各社で持っていて、まあ、板がアグリ、あの、株みたいにアグリゲートされていないという感じなので。なんで、ここの、その証券会社と取引所のバリエーションというのが、多分参考になるんじゃないかなと思って、まあ、見てみました。で、CME グループっていうのが、まあ、金融デリバティブ取引所ですね。世界最大の金融デリバティブ取引所と、東証、まあ、東証というか日本取引所グループですね、のバリエーションを見ています。ちなみに、クリプト界隈の方々は PR とかっていう概念はすごく馴染みがあるんでしょうか？そんなにないと思うんで、一応説明していただいた方がいいかなと思います。そうですね。まあ、PR っていうのはすごいざっくり、純利益の何倍かける PR が、まあ、時価総額みたいなイメージです。で、これが高ければ高いほど、そのマーケットで、まあ、なんでしょうね、将来性があるというか、高く評価されるというような感じになっています。で、この、取引所グループっていうのは、大体、その、PR が30倍ぐらいなんですよね。で、時価総額とかを見ていくと、まあ、これが49ビリオンだから、5兆円とかですね。CME グループは足元65ビリオンなので、まあ、7兆円弱ぐらいですかね。で、収益が、純利益がまあ2000億円。年間の純利益が2100億円と。で、まあ、日本取引所グループっていうのは、まあ、大体、1兆ぐらいですね。で、純利益が48ということになっていますと。で、これが、じゃあこれをコインベースに当てはめたときどうなるかっていうことなんですけど、まあ、さっきのですね、これに基づくと、今の四半期の、純利益っていうのが800億円ぐらいですと。で、これが4、4、かける4続いたとして、まあ、3000億円ぐらいの、30倍だとすると、
まあ、9兆円ぐらいなんですね。でそれが多分マックスのところで、たださっきあのコインベースもあの自分で言ってた通り、それが続くわけじゃないよっていうところをまあ言っているので、まあ、マックスマックスで9兆円ぐらいかなというのが今のところですね。で、ちょっとこれ数字がちょっとおかしいな。ちょっとここの数字がおかしいので、後で見直してもいいですか？はい、もちろん。はい。あの、必要あれば後で訂正します。はい、これがちょっと。PER のところはでも大体30くらい。PER は合ってるはずですね。はい。ここが、あの、取引所グループのこれがおかしいです。すいません。うん、はい。で、まあ、GS とか野村とかっていうのは、大体その PER が10倍前後ぐらいなんですよ。でこれは何でかっていうと、やっぱりあの、この取引所の、ちょっとこっちは一旦無視していただいて、このこっちのですね、大体まあ2000億ぐらいで安定してるよねっていうのに対して、あの、証券会社っていうのはやっぱりあの、すごいこの、デコボコするんですね。なるほど。ああ。なるほど。あの、はい。この野村もここでロスしてますし、で、一般的にこの市場っていうのはこのボラティリティでデコボコするものっていうのはあんまり嫌う傾向があって、うん、あの、PR も低めに出ちゃうんですよ。で、そうするとまあ、10倍ぐらいなので、まあ、そうすると3兆円ぐらいっていうことになります。いや、面白いですね。あの、わかりやすいです。はい。この間になる、なりそう。っていうの、まあ、あの、まあ、それがだからマックスですよね。その、今の短期の収益っていうのが結構高いので、まあ、それぐらいになってもおかしくないよねっていうのが、まあ、この感じかなというふうには思います。で、まあ、一方でですね、ダイレクトリスティングなので、その、おそらく、その、まあ、既存の、株主が、まあ、売りますよね。で、売るときにこのぐらいの値段でっていうふうに売ったときに、おそらく個人投資家でコインベースの株買いたいっていう人が結構いる気がするんですよね。あ、その人たち。そうですね。注目されてますよね。やっぱ。はい。その人たちあんまりバリエーション見ずにバーって買ってくるんじゃないかなって言って。ああ、なるほど。なんでまあそこは、初日は多分、まあこういうバリエーションじゃなくて値段がつく可能性も、まああるのかなというふうにはちょっと思っています。いわゆるロビンフッターみたいなのが、とりあえず醸造したからすごいぞって言って買うみたいな、そういう感じですかね。そうですね。そうですね。コウジさんってこの辺のなんかロビンフッターのと感じとかって。いや、わかんないです。わかんないです。細かくは。なんか、いろいろ聞いたりはしますけど。うん。はいはいはい。そうですね。なんかちょっと私も今のアメリカのその辺の感じがどうなってるかって肌感覚がわからないけど、うん、まあ多分、まあ、結局その既存株主が、ちょっとずつしか売らないんで、この辺コントロールできて、まあ値段はそれなりにつくんじゃないかなというふうには思います。ただ一方で、やっぱりその株のですね、機関投資家とか、まあちょっと、まあ話していたりとかすると、やっぱりちょっと高いよねっていうのが印象としてはあるんですよね。うん。で、結局その、まあこれってそのゴールドマンサックスの時価総額と同じか、同じぐらいみたいなことなわけですよ。で、純利益こういう感じでコンスタントに出してる人たちが、まあ、それぐらいの時価総額なので、9兆円とかですね、10兆円とか。で、まあ、それぐらいついくのって、まあ、どうなんだろうねっていうのが結構冷静な見方としては聞こえてきたりはしますね。そうですね。そう考えると、仮に7兆円くらいで、上場、時価総額で上場したとしたら、野村証券の、まあ、5倍とか一気に。そうですね。はい。ああ、そうですか。確かにそう考えるとすごい規模だな。なんか、言われると初めて、ああ、なるほど。それくらいの、こう、比較になるのかって思ったんですけど。はい。でも、わかんないですね。自分は何とも言えないですね。その、よくある現象で、ペイパルとかも最近、はい、まあ、仮想通貨対応して、想像以上に、こう、利用があったとか、ね、結構やっぱり既存の人が考えている多分、そういう評価だったり、エスティメーションなんか常に超えていくときがなんかあるなと思ってまして、はいはい、そう考えると別に、ゴールドマンサックスと同じくらいのものが出たとしても、実はそうだ、はい、ああ、まあなんか、そうかって思っちゃうのも同時にあるんですよね。なんか、ちょっと不思議な感覚なんですけど。それは全然十分あると思ってますね。あと、やっぱその、機関投資家のビューを、これ、ダイレクトリスティングで聞いてない、まあ、多分ある程度聞いてやってるとは思うんですけど、
よく機関投資家のブックビルディングとかしてないから、彼らの目線に多分あんまり、まあどうなんだろう、ちょっとそこまで縛られない可能性もあると思っていて、まあ、そうすると個人の人がバーッとついたところでそこでも価格が形成されちゃうみたいな感じも十分あるのかなと思います。そう考えるとなんか通常の IPO とかより比べて全然こう X ファクターというか、なんか不透明なところが多いという認識でいいですかね。なんかそれだけ聞いてるとロビンフッターがよくわからない形で買いに行って、機関投資家も今あのディレクトリスティングなんで入ってないんで、なんかよくわかんない価格がバーって行った後にバーンと下がるみたいなとか、そういうのが起こり得るってことですよね。特にコインベースは起こりそうな気がします。なんか僕話を聞いてなんかそれがちょっと見えた気がして、その阿鼻叫喚の展開みたいな。なんかスポティファイとかってなんかそんなに変動するイメージやっぱないじゃないですか。そのビジネスモデル的にもすごい、まあ、安定してるでしょうし、グ、うんうん、ロースもある程度予想できると思いますけど、やっぱりあのすごいこれ価格にビットコインマーケットにすごく影響するので、まあ、ガーって上がった後になんかネガティブな報道が出てすごい下がるとかっていうのはありえそうですね。なんかマイクロソフトもありましたよね、ちょっとね。あ、そうですね。次の、はい、トピックの時にちょっとお聞きしたいんですけど、マイクロストラテジーも価格、ビットコイン爆買いし始めてから株価バーって上がって、まあ下がったっていうのがありますもんね。ちょっと、これあんまりコインベースの IPO の話全然こう詳細を理解してなかったんですけど、その話を聞くと、なんか通常の IPO とこういうところが違うんだっていうのと、なんかちょっと伝説みたいな株式市場でも生まれるの、可能性があるのかと思うと、ちょっとなんか面白いなと思いました。そうですね。これはなんでたぶんブライアン・アームストロング自体はすごい保守的な人だし、やってること自体も保守的だし、この S1 とかも超保守的なんですけど、結果起こることはすごいドラスティックなというか。そうですね。ありえそうってことですね。なるほど。ちなみに、僕とかは、いわゆるクリプト業界、暗号資産業界の中からコインベースを見て、あ、コインベースはこういう会社でっていう、まあ、なんとなくのそういう、こう、イメージだったり、今日、自分の中のなんとなくの評価があるんですよね。そのコインベースは、例えば、じゃあ、アメリカの競合のクラーケンに対してどれくらいなのかとか、どういう、こう、評価をされて、どういう人に信頼されて使われているのかっていう感覚があるんですけど、株式市場とか、そういう市場の人たちってどういう目で、コインベースを見てるのかなって、何かこう意見とかってありますかね。全然温度感が違うのか、注目してる場所だったりとかも違うのかなって思うんですけど、なんかそこら辺ありますかね。うん、これも私もどちらかというとこっちに使いすぎてしまったので、今後株の人たちの話を聞いていきたい、そうですね、気になりますね、何考えてるか。多分ですけど、多分その株の人たちって、私最近前職のその元上司だった人にが辞めたっていうことでランチしたんですよ。で、なんか仮想通貨の会社で働いてるんだよねみたいなこと言われて、あれだっけ、なんか外人がなんか取られて謝ったんだっけですよ。まあわかります、言いたいことはわかります。事実。なんかびっくりして、でもその人って別にすごい何かに疎い人じゃないんですよね。ずっと証券会社に行っていろんな情報を毎日全然取ってた人なんですよ。でもそのレベルなので、まあ、多分コインベースとクラケンの違いとかを、そういう流度じゃないですね。なんか仮想通貨の会社がついに上場するんだねみたいなぐらいのレベルでしか多分ないんじゃないかなという気がします。で、そういう視点からすると、まあ利益だったりとか売上規模とかそういうのを見るとすごいじゃんこの会社っていうふうに多分素直になるんですかね。で、多分それに釘を刺すためにもボラティリティがあって市場依存してるよってちょっと期待を冷まさせようとしてるのかなっていうふうに思ったんですけど、そう、株の人が普通に見ると、なんか、こういうアセットクラスがあってそれなりの規模になっていて、あそこの取引所なんだねっていう理解にしかならないかなと思いますね。なるほど。そのテクノロジーとかなんとかというかではなくて、その新しいアセットクラスでこれぐらいの規模、100兆円ぐらいの規模ですと、でそこの代表的な取引所で利益はこれぐらいで、まあ、取引所だからこういう収益構造でボラティリティもあるよねっていうような見方にしかならないのかなと思いますね。で、金道さんがしていただいたみたいに、例えばじゃあ、まあ、比較対象として、じゃあ証券会社これくらい、取引所これくらい、まあだからまあ適正価格これくらいかなっていう感じなんですよね。なるほど。多分そういう感じで見て、その未知の何かわからない成長ストーリーで、うん、書くみ
たいな考え方は普通機関投資家はしないので、それはないじゃん。それはまあまあ僕はさすがにわかります。そんな考え方ではないと思います。なるほどなるほど、わかりました。そうですね。そしたら一旦ここら辺でちょっとコインベースの IP をまとめに出していただきたいんですけど、はい。はい、大体もう自分は聞きたいことは大部分聞けたかなと思いますが、ちょっと最後、金光さんの方から、重要ポイントをまとめていただいていいですか。はい、お願いします。はい。まあ、コインベースなんでこれを、ダイレクトリスティングやったかっていうことなんですけど、まあ、これは、おそらくですが、アンドリーゼン・ホロウィッツが 15% ぐらいの株主なんですよね。で、この人の、まあ、株を売れるようにする、エグジットするっていうのが、まあ、一つあったんじゃない、それもあったんじゃないかなというふうに思います。あとは従業員に SO を渡して、ストックオプションを渡しているので、これのリアライズっていうのもあるのかなと思います。やっぱりアメリカの人の方が、従業員の方がエクイティコンペンセーションに対するリクエアメントが結構高いイメージがあります。あとやっぱりその企業としての信用力の向上っていうのは間違いなくありますね。うん、そうですね。はい。で、まあ、銀行とかですね、保険とかとの付き合いとかもすごいやりやすくなるっていうのは絶対あると思います。あとはその買収がやりやすくなるのも一つあると思っていて、それはまあ現金じゃなくてその株式交換とかでもやりやすくなるので、まあ、彼らのその成長戦略として M&A っていうのもまあ普通に書いてありますので、まあ、そういうのもやりやすくなるというのが目的としてはあるんじゃないかなというふうに思います。うん、で、ちょっとこれ、文章途中になっちゃってましたけど、仮想通貨界隈にとっての影響としては、まあ、業界としてのイメージがこれで向上するといいなと思っていて、その、上司がいつま、前職の上司がいつまでもカルプレスのことを言ってるみたいなことは、これでなくなるといいなというふうにはちょっと思っていますが、まあ、どうなんでしょうね。結構、まあ、あそこまでのインパクトが大衆にあるかというと、ちょっと日本では微妙な気がします。うんあとですね、ちょっとこれはすごい思うところなんですけど、やっぱりその コインベースだからできてるっていうのがすごく大きいんですよね。で、コインベースってやっぱアジア系の企業に比べると多分収益も規模としては小さいと思いますし、その、まあ、ICO とかもやってないですし、まあ、結構保守的に運営してきているので、まあ、既存金融機関とか規制当局がこの業界全体に対して見方を変えるかっていうと多分全然そんなことはなくて、まあ、彼らからすると、まあ、コインベースだけ別物みたいな感じになっちゃうのかなと。で、まあ、そういう結構コインベースの地位がすごく高まりすぎてしまうことによる海外に対する影響っていうのも、まあ、いいことか悪いことかわからないですけどあるのかなというふうに思います。これは面白いですね。なるほど。自分はあまり詳細が分かってなかったので、例えばコインベースが IPO をするってなると出てきました。で、クラーケンも IPO なんか検討してますみたいな報道が最近あって、あ、じゃあコインベースができたから、じゃあうちもやろうって感じでこうどんどんこう増えていくのかなとなんとなくこう緩く思ったんですけど、別にそんなことはない。コインベースだけもしかしたら逆に言うと特別扱いというか、そのコインベースできたから他の企業も簡単にできるよねというようなものではない可能性があるってことですね。そうですね。クラケンは確かに報道に出てますし、あれですけど、その、やっぱり、コインベースは、まあ、実際も書かれてました通り、かなり他の取引所とは、なんでしょうね、スタンダードが違うような印象がありますね。なるほど、なるほど。逆にそうするとコインベースが上場して他のところがなかなか上場できないと、金光さんが言ったみたいにこう、まあ彼らのやっぱ影響力が、まあ今も結構大きいと思うんですけど、まあさらに強くなってくる可能性があるんですね。なるほど。ここはちょっとどう、あれですね。やっぱここが上場してそれなりの規模になると、みんな追随したくなると思うので、そこが、どういうふうな形になっていくかっていうのは、ちょっと注目したいところですけど、まあ、やっぱり最初のコインベースだったっていうのはそれなりの意味があるのかなというふうには思っています。はい。はい。で、既存金融界隈にとっての影響としては、これは、やっぱりですね、株のフォーマットで仮想通貨のエクスポージャーが取れるっていうのは、個人投資家とか機関投資家にとっては結構意味が大きいと思っておりまして、その仮想通貨の動きって、株とかですね、金とか債券と、全然、相関がないので、まあ、ある程度資産の分散投資っていう観点で仮想通貨のエクスポージャーを取っておきたいよっていう人は、いると思うんですけど、まあ、そういう人たちが今まで投資する先っていうのが、いわゆる金融資産のフォーマットではなかったんですよね。うん、あったとしても、まあ、
何でしょう、あのグレースケールビットコイントラストとかすごい限定的なんだったんですけど、はい、まあ、それが上場株式っていう形で仮想通貨のエクスポージャーが取れるっていうのは、まあ、これは一部の人にとってはすごく嬉しいことだろうなというふうに思います、うんうん、あとはそのコインベース株をベースにしたデリバティブが蘇生される可能性はやっぱりあって、その実質的なそのビットコインのと連動するいろんな、オプションですねっていうのができてくるだろうなというふうに思っていて、あ、これは、既存金融界隈の人にとっては、このビットコインのエクスポージャーをデリバティブで取れるっていうのは、結構ありがたいことなんだろうなというふうに思います。うん。ありがとうございます。なるほど。はい。まあ、我々仮想通貨界隈の側からすると、既存金融界隈も結構普通にビットコイン現物とか、扱えばいいじゃんみたいな結構軽いノリで考えてる部分もあるんですけど、まあ彼らには彼らなりにやっぱりこうニーズだったりとかあって、まあ、コインベースを買う形でエクスポージャーを取ったりとか、まあそういう、やっぱそういう、どっちかというとそっちの方がやりたいんだなっていう、やっぱそこの温度感はあるなと思うんですね。我々は今、例えば、じゃあ業界全体だとデファイが何だとか、まあ最近だと NFT が流行ってるとかありますけど、既存金融の人からしたらそれ、なんだそれって話だと思うんで。はい、そうですね。なるほど。やっぱそこは温度感ありますね。なんか求めてるものがすごく感じますね。うん、そうですね。ここはやっぱりビットコインそのものに投資するって、じゃあちょっとこの後別のセッションで説明しますけど、はい、まあ、ビットコインそのものに投資できる人って、機関投資家ってほとんどいないと思いますね。そうですね。ちょっとそこら辺は次のトピックで、これも重要なトピックだと思うので、はい、我々最近機関投資家、自分もそうなんですけど、結構これ簡単にこの言葉使うんですけど、機関投資家って誰どういう人たちなのっていう話をもう少しこう、はい、掘って、そしたら、はい、質問させていただきたいなと思ってます。はい。はい、というわけで、コインベースの IP の話は、じゃあ一旦ここまでにして、ありがとうございました。めちゃくちゃ参考になりました。はい、14日、ちょっと楽しみになってきましたね。はい。楽しみですね。はい。全然違うことになったらごめんなさい。いやいや、全然。いや、でもなんか、一通りこう、はい、まあ、リスクファクターとかも分かって、こういうこのことが起きる可能性、まあ、ロビーフッターの話とかもありましたけど、バリエーションの妥当化とかも含めて、ちょっとなんとなく14日以降、あ、もしかしたらこういうことがあるかもなっていう、なんとなくイメージができてきたんで、非常に自分も参考になりました。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。はい、じゃあ、次のトピックは、機関投資家の、でどういう人たちなのかとか、むしろ金光さんが、前職でかなり専門にされてた話とかですかね、キャピタルマーケットの話だったりとか、そこについて、はい、お話を伺いたいと思います。では、とりあえず今月のアピールの話、ありがとうございました。はい、次の動画もぜひ見てください。では。